しびれタケ属とは、萌えギタケ科のキノコの属の一つ。世界で広く分布している。約400種ある、しびれタケ属の1、4が幻覚性である。多くの種が幻覚性化合物を含まないにもかかわらず、幻覚作用からよく知られた種であり、マジックマッシュルームとして、広く知られている。幻覚作用のある白シビンや白シンを含んでいることが、多く、日本ではこれを含む、 キノコ類は、麻薬原料植物として、鯉の採取、所持、使用が禁止される。傷つけると青く変色する種が多いが、変色しない種もある。すべての種が、不正菌である。奈良竹などの食菌と似ているものもあるので注意を、要する。またけサタケ属などの猛毒菌に、型の類似したものもある。学名のシラサイブは、ギリシャ語のプセラスと、ベイに由来し、 露出するとという意味で、傘の上に緩んだ外れる表皮を持っていることを意味している。びれた毛族の個実体は、多くが小さく、特徴のない、形態学的には典型的な小さなブラウンマッシュルームである。肉眼的にはこれらは、小型から中型で、茶色からきつね色大抵乾燥すると変色し、放子紋の色は、ライラックブラウンから暗視褐色である。 幻覚を起こさせる種は多くが傷ついた時に青く変色する。顕微鏡的には皮膚状の表皮を持ち、クリソシツチジアを失っている。胞子は表面が滑らかであり、楕円から細いひし形、純六角形などの形があり、それぞれの頂点が発芽口になっている。生態学的には全ての種が不生植物であり、様々な腐敗した有機物に生育する。 ニュージーランド特産のピー・ワーロアは、傷つけると青色に変色するのは、インドール製であるシロシンやシロシビンが参加された結果である。マジックトリュフ。シラサイブ・ギャランドイが形成したもの。いわゆるキノコとは、菌類の生殖のための構造物である子実体のことであり、対して菌核は、厳しい環境にて形成される菌糸の塊である。菌核を形成する種があり、 シロシベメキシカーナ、シラサイブメキシコナ、シロシベタンパネンシス、シラサイブタンペネンシス、シロシベカエルレ,レセンスの変種バリエーションカオーオレシェンズは原核成分、シロシン、シロシビンが含まれた菌糸の塊である。シラサイブセミランシータは2007年にシビレタケ属の模式種として提案された。2002年のマンコルボラによる分子系統学による研究は、 現在定義されているしびれたけ族が多系統群であると明らかにし、お互いに直接関係しない二つの別個のクレードに置かれ、青変する幻覚作用を持つ種が一つのクレードになり、青変しない種がもう一つのクレードに置かれた。以前の模式種は青変しないグループのシラサイブモンタナであったが、2010年には模式種は青変するシラサイブセミランシータに変えられている。 2006年のマンコルボラによるタケ目の分子系統学研究では、さらに広範囲で両者の別を証明しており、タケ目の系統樹を強く支持するものだった。ビれタケ族は分類学的に萌えタケ化に位置しており、この分類は、胞子と表皮の形態をもとにしている。メセニーラによる分子系統学では、青変しないものとそれに根本的な位置で、 近しい関係のものをモイ竹タケ科の規定に置き、関連分類群をこのトガの他の属に含まれるクレードに位置づけている。しかしながら、もう一つのクレードを構成している青変する種は、新編されたヒメノガステルカのケコガサタケ属に関連している。マンコルボラの系統学的研究は、ラタケ類のメラノタス属が青変しないシビレタケ属のサブグループである可能性を強め、 またクエイニローミセス族やファオギリラ族と間の近い関係を指摘している。2007年にはレッドヘッドらによる論文で、ビれたケ族はシラサイブセミランシータを模式種として保持することが提案された。この提言は2010年世界植物科学会議菌類命名法委員会に満場一致で採用され、これによって青変するタイプであるシラサイブセミランシータは、 しびれタケ族の模式種となった。以来シラサイブセミランシータは模式種であり続けており、今後はおそらく青変するクレードがしびれタケ族に維持され、青変しないクレードはおそらくデーコニカ族に移動する。ありがとうございます。